はい、こんばんは。あ、すいません。ちょっと遅くなりましてすいません。音声の方は聞こえておりますでしょうか。はい。テロップ入れてないや。まあ、いや。本日はですね、PAH、肺動脈高血圧症についてですね、お話の方をしたいと思います。あ、いや、皆さんこんばんは。チラということでね。はい。プチアンさん、コンティニューコイン、ありがとうございます。おこんばんはです。はい。さて、もういないかい。早いな。ですね。はい。ですね。あ、はいはいはい。なんだっけ。あ、そうそうそう。ですね。以前ですね。あ、はい。チャージャーさんもいいです。こんばんは。はい。以前ですね。PPAH ね。の方のね。新生児、性炎性肺動脈高血圧症というのは、ね、やったんですけどね。そうそう。以前ね。PPAP。それあれね。PPAP 違うからね。それね。ね、ちょっと一瞬流行りましたけどね、どっか行っちゃったみたいなね。頭さん、おっぱいもい、あ、こんばんはです。あ、もつもつさん、コンティニューコインありがとうございます。こんばんは。はい。ね、これ、トマト豆腐ってやつですね。なかなかちょっとね、最近見ないんですけどね、以前ですね、こう、よく見たんですよ。夏前になるとですね。はい。そうそう、消えるの早かったですよね。PPAP ね。ね、もうちょっと持つかなと思ったんですけどね。まあ、そんな感じですかね。はい。でですね、まあ、本日のね、お題なんですけどもね。あれ、ちょっと、メガネがないとね。しこ太郎さん。あ、ピコ太郎さんね。はいはいはい。なんですかね、なんとなくこう面白い感じの、あ、芸人さんなんでしたっけ、もともとね。よくわかんないですけどね、私もね。そうね、はい。まあ、ピコ太郎さんとね、トマト豆腐はね、消えるのが早かったなというね。まあ、でもね、結構このトマト豆腐ね、私は好きな味なんですけど、ただこれね、すごく巨大だったんですね。で、あと、とにかく売れてなかったらしくて、ものすごい大量の値下げがですね、こう出てまして、はい。あ、Dさんこんばんは。はい。そう、トマト豆腐ものすごいね、なんか大量に値下げが出ててね、ついついね、こう買っちゃったんですよね。あ、先ぶりってよくわかんないですけどね。はい。あ、アライグマにおっぱい。そうですね。おっぱいじゃないですよ、これ。トマト豆腐ですね。はい。そうで、ね、イメージ的に合わないからな。確かにね、豆腐とトマトってちょっとね、でも食べてみると結構美味しかったんですよ。そうそう。ね。はい。なんていうのかな。まあ、ほとんど色だけですよね、トマトね。トマトどこ行ったって感じでしたよ、トマト豆腐。むしろ枝豆豆腐の方がね、こう枝豆の風味が強くて好きですね。豆腐ダメだけど枝豆豆腐はいけるよっていう人って結構いますよね。そうそうそう。ね。はい。じゃあですね、本日のですね、お題は、肺動脈高血圧症です。でですね、このね、疾患はですね、特定疾患になってます。でですね、まあ、これはですね、一応まあ、呼吸器学会の方のページからのですね、データ引用にはなりますけれども、まあ今ですね、全国で大体ですね、肺動脈高血圧症に、まあ、罹患されている、まあ、把握されているね、登録者の方がですね、大体1600人ぐらい。と推定されております。で、男女比ではですね、2対6と、まあ、女性の方にですね、若干多い、疾患となっております。あ、ピコ太郎さんって実家の近所なんだ。あ、
そうなのね。ほう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 。うん。ね、結構ね、芸能人のね、実家とかってね、あんまわかんないもんですからね、外にね。そうそうそう。まあ、近く住んでても、まあ、遠くにいても、まあ、わかんないけどね。まあ、ね、結構いるらしいけど、わかんない。はい。でですね、まあ、この、肺動脈高血圧症です。あ、同級生の弟なんだ。世間狭えな、おい。キムタクの家の近くで働いてたことはあるけど、見たことない。うん、ありますね。うん。そうですね。多分ね、職場の近くいっぱいいるんでしょうけど、会ったことない。ね、見たことない。うん。噂ではいるらしいけど、見たことない。ね、うん、そういうのありますよね。はい。あ、コンティニューコインありがとうございます。はい、おっぱいおっぱいね。はい、おっぱいです。どうもです。かっかこんばんは。はい。うん。まずですね、まあ、この、肺動脈高血圧症なんですが、ちょっとですね、前回とちょっと混同しないように、一つ最初にお断りしておきます。前回のですね、お話しした肺動脈高血圧症は、新生児の方のね、肺動脈高血圧症なので、そもそもですね、ちょっと、まあ、起きてる結果は一緒なんですけどね、うん、ね、肺動脈の高血圧症と、まあ、遷延性のね、新生児遷延性肺動脈高血圧症、起きてること一緒なんですけど、原因がね、若干違います。うん。で、まあ、先立ってね、成人の場合起きることはですね、肺小動脈がですね、縮むかですね、もしくは血管の壁が厚くなって、まあ、要はですね、その、血液の流れが非常にこう細くなります。ね、まずそれが先立つんですね。はい。あ、コンティニューコイン、ありがとうございます。はい。あ、コンティニューコインありがとうございます。断水生活スラタン、あら。そうなのね。あ、まだ断水してるんだ。そっか、まあ、まあね、あんまりね、やっぱりこう、まあこんな時はね、悩んだよね。あんまりこう、なんていうのかな、物流がね、いろいろこう、気になるところなんでね。あ、カッカコンティニコインありがとうございます。はい。阿武隈川が危ない。熊みたいに溢れてた。あら、そうなんだ。阿武隈川ってね、奥深いからね。支流がいっぱいあるんですよね、阿武隈川ってね。ああ、そっか。意外とこう、うねうねやってくるんですよね、阿武隈川ってね。そうね。阿武隈川か。なるほどね。まあ結構ね、そのほら、その昔、その福島って、こう非常に広いんですよ。福島県ね。うん。で、まあ、まあ今ちょっと水害で大変な思いしているね、浜通り、まあそれから、ね、新幹線が通ってる中通り、それからね、白虎隊とかね、鶴ヶ城で有名な会津地方を、うん。まあ、そのね、三つに分かれるんですけど、その、猪苗代湖がね、ありながらね、うん、結構そのね、会津の周り。で、これね、結構湖があるんだけど、水に困った歴史があるところなんですよね。でね、結構そのね、京都市で、まあ、あの辺は野口、まあ、秀夫博士とかですね、まあ、いろいろ出てきますけどね。意外と水に困ってたとこなんですよ。岩名白湖があるのにね。そう。ね、東北道のすぐ下まで水が迫ってたって、すんげえな、怖いな。近所のスーパーから、納豆とパンの物流が遅れが出始める模様。あ、長野県、そうですね。荒川も埼玉県内河川敷水没。あ、そうなんですね。まあ、荒川はね、いつものことっちゃいつものことなんだ、あそこね。なんだろう。荒川ってね、実は昔、元荒川っていうのがあって、まあ、それがね、こう、もう、うね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 、今でもありますけどね、その川は。うね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 、くね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 、まあ、もう、また来たかお前ってぐらいね、いろんな、こう、出会う川なんですよ。まあ、北海道で言うね、石狩川みたいなもん
で。うん。で、ただね、ほら、石狩川みたいにあちこちにこうね、三日月湖できてないんですけど、もう流れ変えちゃったんですね。荒川はね。うん。で、今の荒川は、新たにね、流れを変えた方の荒川なんですね。で、昔の荒川がね、元荒川っていう方のね、川になるんですね。はい。これもね、あれなんですよ。結構ね、まあ、なんていうのかな、関東平野の治水、の非常にね、歴史の深いところでね、はい。夏井川が決壊して浄水場が浸水した。うおー。そうだよね。夏井川ってね、もう水がね、いいとこだもんね、あそこね。夏井川の渓谷綺麗だしね。高速だとね、通行止めならないんですね。私もちょっとびっくりしました、今それ聞いて。はい。笑いっていうね。はい。意外とこうね、笑えると思いますね。はい。プルルンってね。はいはい。ね。今日はちょっとちょっとね、出し込んでみました。このラスからは悪意を感じるんですけど。きっとね、願望ですね。願望。自分の中のこうね、願望をトマト豆腐で表現してるだけでしょうね、きっとね。はい。あ、ジョバトを止められてる。そうですね、もう降りられないですからね。いや、あ、わたくさんこんばんは。ラスカル氏の戦争が決壊してる。とっくにしてまるよね。とっくにしてるかもしれないですね。はい。拓造、悪意しか感じないって。拓造さん。いや、悪意はないですよ。悪意はないです。悪意はないです。はい、大丈夫です。はい。あ、拍手ありがとうございます。はい。もう入っちゃってますね。スーパー入っちゃってますね。はい。ってことですね。はい。でですね、まあ、はい。まずじゃあね、来た瞬間思ったんですけど、狙ってますよね。いやね、これ結構前にね、撮った映像なんですよ。絵なんですね、これ。もう最近だってトマト豆腐が売ってないですからね。よし、ラスカルをパイプカットだ。まだ使いたいな。そうじゃね。ね。はい。で、肺動脈、ね。肺動脈性肺高血圧症、もしくはですね、肺動脈高血圧症とか、まあね、その載せているサイトによってはですね、肺高血圧症の中の一部としてこの肺動脈性高血圧症もしくは肺動脈高血圧症を載せています。で、まあね、一応まあ、なんていうのかな、難病のですね、指定難病の、86番にはですね、肺動脈高血圧症となっています。でね、まあね、ちょこっと呼び方違ったりとかするんですけど、これはね、まあ、それぞれ、まあね、で、50、そうですね、54ね、はい、そうですね、はい、そうです、そうです。今のひねり方はね、そうですね。活動力はね、衰退。結構ね、衰退ね。確かにね。あ、動くフレームありがとうございます。あ、そうなんですね。病院は難病指定病院ということでね。はい。なるほど。はいはい。まあね。まあ今日ですね、参考にしようとしてたのはですね、本当はですね、別のサイトをちょっと参考にしようと思ってたんですが、ですね、ちょっとサイトの使用に関する、ガイドラインの規約がちょっとうるさそうなので、今日はですね、グラクソスミスさんの方の、ページをですね、用意でですね、お話の方させていただきたいと思います。はい。で、ですね。まあ、まず先ほど言いました肺のですね。はい。そうですね。いろいろ言いますね。はい。ね。サイト規約に負けたと。いや、あれなのよ。
メールとかで届けてできるところとかはいいんですよ。別に、事前だろうと事故だろうと、あんまり問題にはならないんで、うん。そんなにほら、ね、加工した使い方してないんで、うん。解説に使ってるだけなんでいいんですけど、うん。ただね、いろいろね、やっぱこれはまずいなっていうのがあるんで、うん。それはね、さすがに私もね、いろいろ制御してます。はい。サイト規約はね、結構、なるべく守るようにしてます。はい。ただ、結局ね、その、参考にしてるサイトもね、例えば感染研から持ってきてたりとか、もう意味がわからないんで、そういうの使ってます、結構ね。はい。うん。そうですね、某宗教団体の病院。あ、あ、はい。あら、うん。そうね、そんな病院ありますね。あ、そうですよ。そうそうそう。うん。PAH ね。はい、そうです。はいはい。うん、ややこい。そうです。はい。うん。結構、そういうの多いですよ。医療サイトって。例えば、製薬会社の、この、イラストとかを、こう、使ってるイラストがね、無料でイラストをこう配布してるサイトがあるんですよ。そこのを、使ってたりとか、結構多いんで、正直言って、わかんねえ。うん。だからね、あ、これ見たことある絵だなっていうのをね、結構使ったりしてます。はい。でも一応そこのサイトにこう、メールアドレス大体載ってるんで、引用した時とか、そういう時はこうメールくださいとか、引用するときここをメールくださいとかっていうのがあるんで、それはね、必ずやってます。はい。うん。PHS じゃないですよ。はい。うん。あ、そう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 。ね、うん。ホームページ作るとき、フリー素材結構使うからなって。うん。うん。外注やろうしね、確かにね。手が妊娠します。なんでやねん。グローブ越しでもダメです。意味がわからん。うん、はい。じゃあ行きますよ。本題ね。はい。ですね。まず、さっき言いました。肺の血管の内壁が狭くなります。この理由はですね、肺の血管そのものが細くなるケース。それから、血管の内側に、まあね、脂質で脂肪とかね、そういったものが、付着して細くなるとか。まあ原因は様々です。でまあ、あと炎症であったりとかね、様々です。はい。で、ですね。まあ、まずね、結果として全身に血液が滞留するんですけども、まずね、その一つの方法が、一つの方法って書いて、一つのですね、理由がですね、肺を通過する血液循環が、まあ、不十分になってしまうんですね。で、結果として全身への血液循環が低下します。その結果、まあ全身に血液が、停滞する。このケースと。それから、まあね、血管も細くなりますから、ね、肺動脈の、圧が高くなるんです。いわゆる血圧が、ね、肺動脈の血圧が上がります。はい。で、心臓のね、右側です。右側の心室への負担が非常に大きくなります。うん。ね。結果として、心室の機能が低下して、拡大してですね、機能がちょっと不全に陥ります。これを右室不全って言うんですけども、同時にですね、反対側の左室もですね、圧迫をします。で、結果としてやはり同じことが起きます。全身に血液が停滞するとですね。そうなんですね。うん。肺高血圧症って言ってますけど、一応ですね、呼吸器の方のね、まあ、学会の方のサイトに載ってますけど、一応、切り分けとしては循環器の方の病気になります。まあ、言うなればね、今もう、お話最初に一番最初にさせていただきましたけど、血管の、ね、内側、内膜とか内腔とか言いますけどね、まず、細くなること。まず、これがね、最初の、うん、始まりと考えていただければ、と思います。はい。引用するときはメールください。その引用じゃなくて、引用ね。はいはい。ウェブ上じゃなくて、売っているフリー素材から引っ張ってくることが多いんで、面倒くさいかもしれない。うん、確かにね。うん。言ってる。それあると思う。ね、一応、私もフリー素材のやつはね、一応買ってるんですよ。サイト登録して。うん。使えますからね、結構。うん。ほら、講習の資料作ったりとかするのにね。うん。だけど、なんだろう。
でかくて入んないんだよね、大体ね。うん、一応こうね、まあ、いろいろね、ありますね。はい。まあ、今日も弾けてるなって。いや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 、ね。あ、メロンパンダさん、こんばんは。ヌーブラじゃないですけどね、これね。トマト豆腐です。はい、トマト豆腐ですよ。はい。ね、はい。はい、ありがとうございます。はい。でですね、まあ、はい。でですね、まあ、肺のですね、小動脈。うん、小動脈っていうのがあるんです。うん、で、まあ、そこの、まあ、血管がどんどん細くなってくる。そうするとですね、結局、上がね、細くなってきますから、先がね。なんで血がいかないんだろうって、どん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 ね、心臓からの圧が高くなります。ね。結果として、この、まあ、肺動脈、高血圧症という症例が起きるんですね。うん、そうすると、さっきもちょっと言いましたけど、ね、右室、右側のお部屋ですね。うん、右室ね。うん、が、こう送り出す部屋がですね、こう肥大してくるんです。どん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 ね。うん、で、結果としてね、まあ、そこが肥大してくるっていう症状があります。うん、だからもうね、一応その、肺ってつきますけど、完全に、もう呼吸器のね、うん、病気です。あ、呼吸器ごめんなさい。呼吸器ってついてるけど、循環器の病気です。失礼しました。はい。うん。ですね。で、まあね、何らかの原因で、肺の血管の、内側ですね、内腔が狭くなると、肺を通過する血液の循環が不十分になります。この時、心臓が血液を十分に送り出そうとするため、肺動脈の血圧が、圧力が高くなります。肺動脈に血液を送る右心室は、より大きな力が必要なために、心臓の筋肉を太くして対応しようとします。しかし、もともと右心室は高い圧力に耐えられるようにできていないため、この症状が長く続くと、右心室の壁は厚くなり、拡張し、右心室の働きが悪くなって、右心室不全を引き起こします。というのがね、メカニズムです。はい。うん。ね。ですからね、まあ、もう完全に心臓の方のね、疾患って感じになりますね。はい。でですね、まあ、難病ではあるんですけどね、まあ、以上、いいお薬がね、この疾患には、あります。まずね、抗凝固薬と言いまして、まあ、血液を固まりにくくします。なんでこれをするかっていうと、血管細くなってますよね。だから、そこで血が固まってしまったら大変ですよね。うん。で、ましてね、その肺に向かうね、動脈ですから、それが詰まってしまったらね、全身にね、こう、酸素がいかなくなってしまいますから、すごく大変なことになってしまいます。ですから、そのね、抗凝固薬って言われるね、血液を固まらないようにする薬、それから、抗血小板血小板薬って言いましてですね、うん、血小板がね、集まってきちゃうとね、ね、血液をこう固まらせたりしちゃいますからね、血栓を作っちゃったりするんで、まあ、そういうのの予防にですね、そういうお薬を飲みながら、あとは、おしっこのね、量を増やします。利尿薬ってものをね、使ってですね、必要以上にですね、体の中に水分が溜まんないようにね、まあ、心臓の病気全体的に言えるんですけど、若干ちょっとね、水分の方の制限を、かけます。それはですね、理由として、まあ、体の中にですね、必要以上に水分が溜まるとですね、なんていうのかな、結果としてですね、肺に負担かかるんですね。うん。で、よくその心臓のね、その特にね、まあ、不全とか、まあ、便の病気になった時にですね、肺にですね、こう、お水が溜まったりすることがあるんですね。うん。なんでね、やはり肺にどうしても負担がかかってしまいますので、ね、全身の水をですね、かえってそこで減っちゃうんですよ、実は。
尿の量を増やします。だからね、おしっこをね、引いてあげることで、体の中の水分をですね、外に出すことによって負担を減らしています。はい。あとは強心剤ですね。はい。で、これはね、心臓のね、収縮する力、これをね、強くする薬です。で、まあね、あとはまあ一緒にこの薬の効果、まあまあなんていうのかな、まあ持ってる薬もあるって感じかな。うん、血管を一応広げる作用を持ってる薬もあります。血管をね、どうしようかな。まあちょっと待ってくださいね。そうですね。はい。まあ、血管を広げる薬を持ち合わせることもあるということですね。で、まあ、血管拡張の療法ですね。はい。で、まあ、それはね、例えばもう酸素の吸入療法をしたりとか、まあ、要はね、酸素がこう、ね、足りなくなりますから、酸素の量をね、増やしてあげるってことをね、まあ、血管の拡張の薬で広げたりとか、あとね、まあ、それからね、まあ、酸素、まあ、少しね、まあ、低酸素欠症ってものになりますから、まあ、吸入のね、酸素吸入で、通常よりね、高い、こう空気の濃度、まあ、酸素の濃度だけをね、こう吸うことでね、少し改善します。ただあんまりね、ちょっと酸素ってね、たくさんこうね、送りすぎちゃうと、ちょっとね、よろしくないんですね。うん。なんかこう、一見こう酸素がね、濃いのを、送るといいんじゃないって思いがちなんですけど、一度にね、その高濃度の酸素を送ってしまうとですね、あんまりちょっと、良いことがないんで、その辺はですね、最低限という形でね、調整していきます。はい。あ、ダナ先生、こんばんは。はい、利尿剤で水分を減らして、減量に励むドクターラスカルはフィジカルに減量を続けた。しかし崩壊の時は、すぐに訪れる。ブリ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 。最近ね、あれなんですよ。そうなんですよ。もう来ねえようなんですよ。なんかうんこ来ないんですよね、最近ね。そう。いや、ほんと困ってますよ、最近ね。どっちかっていうとなんか最近ちょっと便秘気味なんですよね。あれですかね、七瀬先生のそのもうこの絵をおまじないがちょっとなんかだいぶ効いてきてる感じがする感じですね。はい。でね、まあまあそんなのもあるんで、携帯用の酸素ボンベでね、カニューレっていうですね、こう鼻のところにつけるね、まあパイプであるとかね、まあそれから酸素の濃縮装置なんかにこう、そのカニューレをつないでね、鼻のところに少し濃いめのね、酸素を送ってあげるような風にしてあげると、症状が改善してくることがあります。はい。で、もう一つはですね、まあ手術による療法なんですけど、まあこれは肺の移植ですね。で、これはもう薬物のね、治療で、まあもう十分に効果が得られない場合は、まあ手術をするという形になります。まあ心臓とね、肺を同時に移植する、心肺移植が行われていましたが、以前はね、ただ最近はね、肺の移植だけで心臓機能が回復することが分かりましたので、肺単独での、移植が中心になってます。もうこれはね、もう最近のね、まあ、標準的になってます。以前はね、その心臓と肺っていうのはね、結構セットでね、移植してたんですね。ただ、最近はね、ね、よくまあ、たまにね、生体肝移植の、ニュース流れるかと思うんですけど、ね、肺はどっちへ、心臓はどっちへ、どこへっていうね、流れると思うんで、最近はね、一緒には使ってないです。はい。移植しないと治らないっていうのは、まあ本当の最後の砦って感じかな。そうですね。あ、30分ありがとうございます。はい。ただ日本にはね、脳死ドナーが少ないから辛いとこだよね。まあね。ただ、
まあね、そうは言ってもね、まあまあこれは本当待つしかないです。ドナーは、結構ね、やはりもうアメリカでもね、爆発的な人口と爆発的なドナーいますけども、やっぱ待ちますからね、結構ね。やはりもうドナー登録のね、そう、あの数っていうか、ドナーの数増やすしかもうないですね。はい。はい。トリマ、先日起こった、ね、TIP は、検査の結果に問題がなかったんやけどな。再発するから恐ろしい。そうですね。ありますよ。それあるある。左から2匹目の狐さん、尻尾、握ってみたい。あ、なるほどね。はいはい。いっぱいいますからね。はい。そう、最後の最後ですね。肺移植はね。ね、iPS で臓器作りたいってね、ほんとね、いろんなとこでそれ思いますよね。やはり一番作れたらいいなって思うのがやっぱ血液かな。そう。はい。肺ドナーは生きていなや、生きては、生きててはなれないのですか？まあ、難しいですね。確かに肺って片方だけでも機能はします。ただ、ね。あまりちょっとやらないかな。やっぱよほど親族間でって場合はね、やったりしますけど。卑猥なキャスの副作用かな？意味深。あ、徳明さん、キャス君ありがとうございます。こんばんは。はい。副作用ですね。そうですね。じゃあ、まずじゃあ、今度は副作用の話をしましょう。はい。ですね。まあ、治療の副作用かな。まずそれで行ってみようかな。ただね、まあそのね、IPHP と、PAH の違いですね。そうね、IPA との違いか。おそらくね、もう肺動脈高血圧症ってね、診断されてしまってると、もう完全にその名の通りの、後ろだと思うんですね。一般的にそのね、今七瀬先生ちょっとちらっと今言いましたけども、IPA とね、そう、PAH ってのはね、ちょっと違うんですよね。はい。そうそう。元々のね、こう、なんていうのかな。まあ、場所がね、ちょっと違うんでね。はい。ちょっと待ってくださいね。今ね、薬の副作用の方、全体的に見てます。例えばね、いろいろあるんですよ。利尿薬をね、引きすぎるとね、例えばその、まあ、心拍がね、下がってるんで、さらにそれをね、低下させちゃうことがあったりとかね、あと、凝固剤のね、ワルファリンというのがあるんですけども、まあ、これはですね、そうだな。まあ、本来はね、血を固まりにくくするために使ってるんですけども、ね、逆にね、できちゃ、血栓ができちゃったりとか、そういうこともありますし、あとはね、まあ、様々ですね。はい。ワルファリンね。はい。そうです、そうです。はい。別の話でしたか、残念ね。そうです、そうです。のと肺は違うってね。はい。もすもすさん、コンティニューコインありがとうございます。はい。ね。そうね。あ、コンティニューコインありがとうございます。はい。で、ちょっとね、じゃあね。その質問に答えておこうかな。そしたらこっちがいいかな。はい。ですね。まあ今私二つのね、メカニズム、ちょっとさっきね、その原因二つ説明したと思うんですよ。まあ口頭なんでちょっとわかりにくいんですけども、全身のね、血液の、まあ循環がね、まあ悪くなる。結果として、まあ、呼吸、むくみ、めまいとか出てくるんですけども、まあ、そこに至るね、メカニズムがこう、二通りあるよって、今、二つの通りがあるって言いましたよね。まあ、物質の拡大、
左心室の圧迫、それから肺を通過する血液が減少とかね。まあ、ね。はい。まあ、二つの原因があると思う。お話ししたと思うんですが、ですね。はい。見てくださいね。どっちがどっちって話をしておきましょう。はい。ですね。治療編。はい。ちょっと待ってくださいね。ここは説明したからな。よいしょ。はい。ですね。まあ、そう、これは言ったな。あ、そうね。ちょっと待ってくださいね。これはな。どう説明したらいいかな。はい。ありがとうございます。ホスピタル。あ、はいはい。あれ？なんか、このドメイン読みたことあるな。はい。テーマにさられてってことですね。そう、違う話ですね。はい。でね、まあ、テーマにすられてたことなんですけど、ちょっと待ってくださいね。PC フリーズ中。あ、はい。ご無沙汰しております。亀さん、こんばんは。はーい。ちょっと待ってくださいね。はい、来た。はい。まあ、PC 時々ね、まあ、さっきからこう、時々、通信止まるんでね。はい。うん。あ、ITA ね。はい。じゃあ、まあね、肺動脈の、お話の方させていただきたいと思います。なんだっけ。なんだっけな、ちょっとね。こっちか。こっちを、ね、ちょっと待ってくださいな。ですね、まあ、このね、今日引用しているちょっとグラクソン・スミスのサイトだとわかりにくいんですけれども、そう、ラスカル先生もフリーズです。はい。今回のテーマは、肺高血圧の減少によるもので、通常は陰性に保たれている肺気管が高圧となり、アルカシドーシス、そうですね、なり、肺の中でドクターラスカル先生が暴れ始めます。暴れるわけじゃないんだよね。要は、まあ、あれだよね、まあ、血液の中の酸素が足んなくなるっていうところなんですよ。はい。いや、年じゃないんですけどね。年じゃない。パソコンが暴れちゃダメじゃないですかって違うっちゅう、ちょっと通信環境違うんだよね、今日ね。有線LANなのになんで止まるんじゃっていうよくわからないですけど。はい。これですね。ですね。まあ、肺動脈高血圧症っていうのは、赤ちゃんの時の心不全、動脈血管閉鎖症、肺高血圧って、なんて言ったらしいですね。あ、カルテね。あ、なるほどね。はいはいはい。そうだったんですね。そもそもがね、これはですね、まず、肺高血圧症の中の、一つです。PAH、それから、まあ、その中にね、まあ、いろいろあります。その他の肺動脈高血圧症というのがですね、いくつかありますね。慢性のですね、血栓性の肺高血圧症とかですね、それからね、来てください。5時ね。はい。暴れちゃダメですよ。はい。暴れないでくださいね、七瀬先生ね。はい。落ち着いてね。はい、どうだ。ね。はい、暴れん坊ね。はい。です。でですね、あと、まあ、肺静脈閉鎖症とかね、肺毛細血管主症っていうのがあります。はい。まあ、いろいろね、こうね、まあ、結果としてね、なるのが、まあ、一緒なんですけどね、症状としては一緒なんですけども、ただ、
肺高血圧症ってものにね、全体的に属してます。このね、肺動脈性高血圧症と、まあ、それから慢性のね、血栓性、血栓、のね、血栓あ、ダメだこれ平線性、肺高血圧症も口が回らなくなってるもん眠いな俺、ダメだな。はい。とですね、それから、肺静脈閉鎖症、肺毛細血管腫症ですね、まあそれぞれ難病指定なんですけどね。はい、血栓、その血栓ね、はい、戦う血栓じゃないですからね。はい、という風になってます。はい、まあ心機能障害としてね、あの障害手帳を取ったりとかもできます。まああと自立支援とかのね、対象にもなりますので、あの医療費かかっちゃうので、あのこのね、自立支援の中のですね、まあ、小児であれば育成医療、成人の方であればですね、厚生医療、ね、の方をですね、福祉事務所とか、福祉担当課の方にですね、お住まいのですね、市役所の、相談をしてください。あとですね、まあ、その、障害年金なんかの対象にもなりますから、ね、そういったところ、年金事務所とかにね、ご相談いただいて、まあ、20歳以上であればですね、障害基礎年金、でね、まあ、国民年金の場合は市町村。で、厚生年金の場合は年金事務所。っていう感じになります。はい。本当に医療費はね、すごくかかるので、これはね、きちんと、準備しておいた方が、良いと思います。はい。で、まあね、これは頼んでいただいた方がね、いいと思うんですけども、最近ね、こう、本人確認とかいろいろ出てきますからね、委任状とかを書いといていただくと、まあ、こういったね、本人じゃないとできない手続きとかがスムーズにできると思われます。はい。まあ、中にあるんですけどね、委任状ダメよとか言われるんですけど、でも、本人来れるわけねえだろうっていうのよくあるんでね。はい。そういうふうに大体言っていただくと、まあ、この手の手続きはほとんど委任状があれば大丈夫ですんでね。で、委任状の形式っていうのは特に問われてませんから、何々の手続きを何々に、何々さんに委任しますって、そういうのがね、きちんと書かれてれば大丈夫ですからね。はい。オペで、肺動脈ね、はい。動脈管を締めたら解決。いや、そうじゃね。その他の症状ね。まあ、ちょっと違うかな。これは誰の、手続きは7割消化済み。あ、そうなのね。オッケーオッケーね。はい。やはりね、こういったその、なんていうのかな。正直言ってね、そういう制度とかって、病院はね、病院でも分かってないんですよ。で、大体、聞いてもわからないか、聞かないと教えてくれないっていうのはすごく多いです。こういう助成金の手続きとかっていうのはね。なんでね、そういったね、まあ、結局ね、そういう手続きしてないと、やはり治療費のね、請求とかが高額になったりしたりすることがあります。で、ただでさえね、まあ、ベッドであるとか、まあ、その病室代とかはね、自費ですよとか、食事代は自費ですよとかありますから、結構医療費ってね、かかってきたりしますので、そういうですね、医療費の助成制度、まあ、一番がね、まあ、こういう慢性疾患に関しては自立支援ですかね。そうですね。まあね、取っていただくのが一番いいと思います。自立支援と、それから、まあ、お仕事できないね、入院してる間とかね、まあ、証明書をね、医者がね、書きますんでね、直接ね、出していただければと。あ、直接ではなくていいのか。大体前、あれですね、医事課とか、そういうね、証明書、ね、というところに出していただければ、証明書の方は、大体、まあ、すぐには出ませんけどね、手書きなんで結構面倒なんですよね。なんで、まあね、出していただければと思いますね。はい。でですね。じゃあね、こっちに説明しやすいかな。はい。
とですね、はい、理解間違いしてる？ご指摘ありがとうございます。もう一度見直してみます。はーい、ちょっと違うかもね。ちょっとね、うん、夢かって何の夢やね。要求不満だから変な夢見たよなって、こらこらこら。限度確認定証は1日でできたよと。お、早い早い。限度確認定ってなんだっけ？憲法のね。うん。はい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 。そうね。限度額ね、やっとかないとね、まあ、大変なことになっちゃいますからね、あれね。あれ？ちょっとごめんなさい。勉強したんだけど、忘れちゃった。いくらだったかな？7万とか9万とかなんですよね、上限がね。うん、確かそんなもんだったと思いました。そう、これ大事ですよ、結構ね。その医療費のこともね。まあ、病気のことを知っていただくことももちろん大事なんですよ。例えば、そのね、検査とか診断とかね。まあ、いろいろね、この病気でね、いろいろ検査してきます。まあ、尿検査とかですね、血液のガスだとか、心電図、それから呼吸機能検査、まあね、あと、胸部の通常 XP とかね、それからまあ、肺換気、いろいろ心エコーとか、まあもう多岐にわたってね、こう検査をしてきます。ただ、まあそういったことをね、まあやっぱりまあこう心配するのも大事です。まあ家庭検査とかね、まあおそらくもうやられてると思うんですけれども、ね、まあそうそう、進化点もね、そう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 、所得に応じてって、そうなんです。なんでね、そういったね、制度に関してはね、やはりもうこれ、こう自分でね、調べていただいた方がいいと思います。ね、その厚生医療に適応する疾患なのかしないのかっていう部分とかね、まあ難病指定になってると大体大丈夫なんですけれどね。はい、うん、はい、生活保護の医療扶助とどっちが負担少ないですか？まあ生活保護の方が少ないだろうね、多分ね。わかんないですけどね、その辺ね。そもそもね、この辺の制度ってね、ほとんどね、医療事務の人しか知らない。あんま詳しくない。あんまり詳しくないんだよね、実言うとって。うん。そう、一層そったにした方が、とも思ってしまった。まあ確かにね。そう、使えるものは使うべきなんですけど、そうなんですよね。そうそう、使えるものは大事大事、そっちに。そうね、そったにした方が、まあ確かにね、あるんだよね。いや、本当はね、やっぱそういうのってね、こう、なんていうのかな。まあでもそれ病院に行っちゃうとな、またな、大変だからな、医療事務がな。っていうのはあります。ね、出るとこが違うんですよね。保険部分はあくまでその保険組合が出すんですよ。で、多分その、なんだっけ、上限額じゃなくて限度額だったっけ、に関してはね、それも保険組合だったと思うんですね。で、まあもしくは、国民健康保険であれば、市町村。でも、確かその、厚生医療の自立支援であるとか、養育医療に関しては、都道府県なんですよね。で、窓口がただ、おそらく市町村なんですけど、こう、財源が別なんで、確か今はね、窓口は一つになってると思います。ただ、もともと別の助成金なので、そうなんです。出どころが違うんで、ね、っていうのがありますんで、その辺はやはりこう、自身でね、お調べいただいた方がよろしいかなと思います。あとは、その他にね、ご自身で入ってらっしゃる生命保険とかね、そういうのです。いわゆる保険で負担できないような部分とかね、食事とかね、入院1日いくらとか、まあそういうのもね、きちんと申請していただいた方が良いと思います。結構こういうね、難病ってね、長引きますからね。はい。まあね、手続きすることがあちこちあってめんどくさいよね。まあ確かに、それは本当に思います。なんでこんなややこしいんだろう。まあね、病理、病理というか、まあその、病態的にはね、まあ先ほどお話したようなお話になります。まあ要はね、その、全身に回る血液が、肺に送る血管が細くなる。まあもしくはね、中側にね、こういろいろ
ね、付着して細くなることで、結果として、血液の、中の酸素量が足りなくなる。で、その酸素量が足りないから心臓一生懸命頑張っちゃうんですね。で、その結果、肺に送り出しているですね、まあ、心臓から血液を、肺に向かって送り出す、左側のね、右側のですね、心室がですね、圧力がかかりすぎて肥大していってしまうと。その結果ですね、同じことが起きるということはありますね。はい。はいはい。もう分かることでしたら聞いてください。はい。分かんないことは分かりませんので。はい。そうですね。あとは、肺の働きとか、この辺がね。はい。動脈性疾患、高血圧性疾患とどっちになりますかね。動脈性疾患、どっちになりますかね。それと全く別。病気の住み分けでは。これはね、高血圧症って言ってるけどね、動脈性の疾患に入るかな。結果として高血圧になるだけだからね。結局、肺に向かうですね、血管が。そう。ね、病気の住み分けを言えばね、どちらかっていうと、動脈性疾患ですね。はいはい、亀さんね。はい、以前に読んだとき、メモった単語、SFD、CHF、PDA、PH、PH って、肺高血圧症、正解です。そうです。はい。曖昧な子ですよね。確かにね。ただね、高血圧はこれ、起きるべくして起きてる。みんな高血圧です。高血圧って、みんなそうだよって言えばそうなんですけど、原因がね、あって、起きるんでね、大体その、世の中ほら、私もそうですけど、高血圧の患者に溢れてるじゃないですか。って言うほど私そんな高くないんですけど、私はやや高血圧なんですけどね。その原因っていうのがね、大体、血管が細くなってるとか、あとその、血管が、言ってみればあれですよ。いわゆるその、なんていうのかな、動脈硬化とかね、硬くなってるってことですね。自分の体に謝ってる。ごめんなさいって、ね。はいはいはい。そう。だから結果として起きるのがね、高血圧なんですよ。いろいろね、原因があるんですけど、だからね、なんていうのかな。危険なのは、血圧高いね。上と下のバイタルをこう見ないでね、要するに最高高血圧、最低高血圧の差とか見ないで、高圧剤ぶっ込むというのは一番危険なやり方なんで、その辺はね、ちょっと怖いところなんで、結構ここはね、丁寧に見た結果、見つけられたんじゃないかなと思いますね。実際に患者がね、これはさっきのあれですけど、呼吸器学会の把握ですけどね、患者1600人ぐらいっていうふうになってますから、そんなにね、患者さんの数、少なくはないですけど、多くはないんでね。はい。おい、俺の体、あと何年生きるんだい、教えてくれい。大丈夫。そんなにね、思い詰める、ではない。きちんと、とりあえず、薬の治療をしましょう。意外とそのね、薬でだいぶ治まることがある。半分ぐらい。だから大丈夫。はい。渡部さん、白熊スタンプありがとうございます。正解 OK だけども、理解の部分が間違って理解しているようなご指摘、ご解釈で大丈夫でしょうか。そうだね。合ってる合ってる。あと80年は硬いな。そうですね。朝晩の血圧を1週間測定して、高圧剤なら、
良い判断。その場で測った高血圧が白衣高血圧も、加味しなければならない。そうですね。血圧が高いって言われたら、まず血圧手帳っていうのがあります。ちょっとね、ペーパーなんで、地味でめんどくせえなと思うかもしれないですけど、血圧ね、毎晩ね、コツコツ測ってつけてください。ちょっと血圧の機械ね、高いですけど、買っていただいて、毎日家で、朝晩血圧測ってください。で、その場で測ったね、1週間測定してね、血圧が高いんだったらね、今、七井先生おっしゃった通り、高圧剤はいい判断なんですよ。ただ、白衣性高血圧っていうのがあって、病院で測った血圧だけね、やたら高いっていう場合があるんですよね。そういう場合はね、ちょっと危険。片っ端からね、フローランぶち込みます。しょっぱなからね、怖いな。高血圧の基準どんどん低くなっている、高血圧学会何やってるってね、所持してます。はいはいはい。ね、一家に一台、高血圧計ね。そうです。水銀なら安い。でも製造禁止。もう作ってないですよね、確かにね。今ってあれですよね。手元でシュポ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 やって、デジタルのやつがこうくっついててっていうのが多分、私は現場の主流かなと思ってるんですけど、今他の見たことないんで。はい。やっぱり読み直してみます。はい。そういや昔、指で測る血圧計あったなって、今はあるんじゃないですかね、多分。そう、手元でシコシコだと、そうです。手元でこう、シュポってやってる、ほら。だって他に表現できないじゃん。シュポシュポかシコシコ、シコシコって言ってない、シポシポ。全くもうこの、卑猥七井先生が。いや、薬売るために下げてるわけじゃないですね。安全性。なんて言ったらいいのかな、そのね、中部大学の教授の武田教授がよく言ってますけどね、その、高血圧はね、その、薬が売れなくなるからっていうふうにおっしゃってるのは私も聞いたことありますけれど、それはそうじゃない。薬売るためじゃなくて、リスク回避なんですよ。要するに、57分ね。はい、目止めます。血圧が高くて頭の血管が切れるのが先か、ね、それとも血圧を下げてあげて、その血管の破壊を防ぐかっていう問題なんですよ。その違い。そう。おまわりさん、こいつでーす。こらこら。あ、メロンパンダさん、白熊スタンプありがとうございます。はーい。だからね、ちょっとね、ずれてるかな。武田教授の言ってることはね。そう。ちょこっとずれてる。血圧ね、低くてもね、ちょっと違うんですけどね。行かないよ。大丈夫。もう今日3度来てるから安心してますよ。はい。日本人ならね、そう、塩分摂取量がね、結構多いんですよ。そうなんです。だからね、結構それ調整するだけで変わったりしますからね。はい。そうですね。順大の先生を捕まえて、そうですね。はい。そう。ね。TIP ね。そう、頭ね。そうですよ。はい。そうね。病院食もね、味薄くて、ね。慣れますよ。大丈夫ですよ。塩気の薄いのは慣れると思います。大丈夫ですよ。ただ、そのね、だしとかが薄いとちょっときついよね。味付けとかっていうより、わかります。結構病院食はね、病院によって味違いますからね。そういうことでね、58分57秒今なってますので、そろそろね、ちょっとね、そう、関東の塩味はきつい。結構ね、醤油のね、真っ黒を使いますからね、関東から北側ってね。すごい撫でてくれるんだがね、そうですね。美味しい便食はね、患者を救う。確かにね、入院食短縮とかありますからね、おっしゃる通りなんです。はい。だし聞かせたらね、薄味でも満足ってことで、味の素、その味じゃなくてね、そう。関西だし文化なんですよね。確かに。薄味もね。そう。そうなんですよ。お魚ソースは別として、食事大事大事。ほんとその通りです。はい。ですんでね、はい。とりあえずね、
まあ一応、まあ簡単ですけどね、今日はその肺動脈高血圧症のお話の方をさせていただきました。まあ、起きる症状としては血管が細くなるから、まあ、血圧が上がるんだよと。で、結果として負荷がかかるよということです。簡単に言っちゃうとね。はい。以上ということになります。はい。皆さんお疲れ様でした。ということで、はい。今日もすいません。ありがとうございました。ご視聴いただきまして。はい。直して元気になりましょうね。はい。お疲れ様でした。はい。ありがとうございます。はい。お疲れ様です。失礼します。